ダークネスゲームシュラです。はい、今回なんですけども、まあ先住民さんが前回の動画でダクプリマジャーチャー型使ってほしいということで使っていこうと思います。ですね、はい、これがそうです。ダクプリマジャーチャー型ですね。やっていくのはグローバル大会です。で、お相手イツラロゼロ1103よろしくお願いします。まあダクプリ型っつーとね、やっぱ盾があるんで、こうやってプリンスとか防げるっつーのがでかいっすよね。これまずくね、まずい気がするんですけど、ザップでなんとか、あ、オッケーオッケー。で、そしたら、こっちが1コストアド取ってるので、そうですね、プリンスとウッドですか。あ、そうだ。今回はね、前回飲んだタピオカはありませんので、どうぞ。タピオカファンの方はね、あんまり怒らないでください。で、これ相手が何するかわからないんですけど、とりあえず何もしなさそうだったら、エレクトロウィザードね、先行で出しちゃっても、全然大丈夫なんで、OK です。で、そしたら、そうですね、これか。これ、ここに。はい、ということでね、ちょっと今音声トラブルがあったんですけど、まあなんか進められてますね。とりあえずエレクトロウィザードを延命するみたいなことは言ってたので、はい、そういう感じだと思ってくれればいいです。で、そしたらここをダクプリ置いてあげて、そうですね、相手打っとくると思ったので、この位置で受けてあげればいいかなって思いました。で、相手が今ですね、何持ってるか分かんないんですけど、とりあえずこっちが多分アド取ってるので、そういう時はね、10コスト溜まる瞬間に言うのとかでいいと思います。はい、いいかな、いいね。はい、そしたら相手のタワーもう1本折れてるんですけど、スパーキーさっきやったのが見えたので、なるほど。こうしたらポイズンで一旦消して飛んでもらおう。あ、なるほど。バルキリーまで来たら、ネクロは倒せないんですけど、とりあえずマジアチャだけ出したい。ガゴ群れが来るかどうかだな。ガゴ群れが来るんだったらやってもいいし、来ないんだったら、いや、来るの分かってたんで、分かってたのに撃てなかった。そう、これは僕の迷い、判断が遅いってやつですね。置いて、まさかメガナイトがいるなんて。はい、ということでね、今回ユーノがいるんで、皆さんにね、メガナイトユーノ完封の方法をお伝えしましょう。はい、ちょっとコストがね、やられまくってますが、全然問題ないです。この位置にこうユーノ置いてあげると、はい、おっとっと、まずい。これ、ユーノ完封できないですね、残念ながら。なぜかっつうと、左もプリンスとかできちゃってんので、間に合ってないんです、単純に。はい、そしたら、まあ、あの2体さえ倒してくれればね、あとはウィザードペチペチやった後、エレクトロウィザードバシュバシュやって、そうですね、めんどくさいネクロいますが、ネクロも倒してくれるでしょう。そしたら、ここ、ユーノ飛ばしの、まあ、角届かないが OK。はい、そして、グッドゲーム。はい、それでは次のお相手、テビさんやっていきましょう。対戦よろしくお願いします。とりあえずね、10コスト溜まる前に言うの出しとけっつうのは絶対にね、まあ毎回動画で言ってるんで、おっと、これはもうエレビズ出すしかないですね。プリンス倒せるやつがいないんで。はい、そしたら、相手枯渇かな？もう枯渇集がしてたんですけど、見た感じ枯渇ではないっぽいですね。そしたらこのダクプリね、遅れちゃったんですけど、まあなんとか、こう攻撃してあげて、あのバルキリーもね、ほっとくとやられてしまうんで、ババで釣ってあげましょう。はい。で、あのユーノもね、あのダクプリがちょいちょい撃ってくれた後、多分バーバリアンがね、ペチペチしてくれっかな。で、もう一発、オッケーオッケー。そしたらガゴだけになったらね、マジ当てで倒せるし、で、ユーノで延命するかっつったら、これはしなくていいですね。はい。あのユーノで延命、別にしちゃってもいいんですけど、今しちゃったらプリンセスが倒せないんですよね。おっと。それはまずい。それはまずいんで、そうっすね。これ、絶妙なところで倒して、早めにゴブリンを倒、アド取ってますし、大丈夫ですね。相手スケルトン使ったばっかだし、多分、守る手段がバルキリーしかいないんですよね。そしたらこれ、ユーノまでつけちゃっていいっすね。あー、ダメですね、やっぱ。あー、やっぱいいですね。はい。ユーノまでつけらさって、そしたら、あの、めんどくさい奴ら全員、こいつですね、あのバーバリアンで釣るだけでいいんで、はい。そしたらこれで全部守れるか、これ守れない気がしてきたが、まあ守れるんですね。これがシュラマジック。何言ってんだこいつって思った人は高評価お願いします。今はね優勢なんですけど、観戦誰でしょうね。応援してくれるかな、してくれないみたいですね。はい、そういう時は
マジックアーチャー出していき、この位置にねエレクトロウィザード出してあげれば、まあ一発受けが可能です。そしたらね、あの飛行ユニットじゃなくて空中ん、なんだっけ、対空ユニットがねもうだいぶ切れてて危ないんですけど、相手今のところバルキリーとかしかいないっぽいんで、ここで U の出してあげてスケルトン右に刺すんだったら楽。うん、オッケーオッケー。そしたら左右工場で多分これね相手何もできないんですよね。はい、オッケーオッケー。そしたらまたマジアチャ貫いてあげて、右のあのめんどくさい、おばさん、おばさんじゃねえお姉さんはエレクトロウィザードで守ってあげましょう。はいはいはい、といい感じですね。お相手何デッキなのかよくわかりませんが、このエレビズもねあのダックプリで延命してあげて、そしたらこのねあのよくわかんないガゴたちは言うので釣ってあげて、釣ってあげて、これ大丈夫か、大丈夫じゃない気がしてきたな、大丈夫じゃない気してきたんですけど、そうですね、この影の位置が白い円に入る瞬間に出してあげれば、あ、失敗しましたね。はい、失敗したんですけど、この位置ねマジックアーチャーで貫けるんで、どうぞどうぞ、あ、貫いてください。はいはいはい、とでバシャバシャやられて、はい、いろいろ食らうんですけど、まあさすがにここまで来ればねダメージは食らわないとグッドゲーム。はい、それでは3戦目やっていきましょう。ナッシーさん、クラン名が10秒デッキということで、本当に10秒デッキだったらね怖いんですよね。ペッカ工場って相性悪いところが、あ、全然10秒じゃないですね。もしくはあのゴレダクネクローンとかでとんでもない速さで追ってくる系の、まあ、別の意味での10秒デッキかもしれませんが、まあ、とりあえずゴレ来ちゃったらねもうペッカ出すしかないんで、初手ゴレにはペッカ、あのこれ基本図が、これやんなきゃもう絶対負けちゃうんでしょうがないです。これまずザップ打ってあげて、そうっすね、お相手この後あダックプリでこれ守りますね。そしたらエルビスまでつけちゃいます。はい、オッケーオッケー。でこれさすがにね こうしてあげないとやられちゃうんですよね。この言うのでバシュってしてあげて、そしたらペッカ言うのが生きるんですよね。相手何使うかな、おっとエルビスが生き残った、エルビスが生き残ったが、相手は何を使う、ギャングか、ギャングがいない。おっとペッカ入るぞ、ペッカ相手諦めたか、はい、諦めるほどの強さを持っている。それがあのギャングとかに強いこのペッカ工場ダックプリ型、ダックプリマジアチャ型ですね。ダックプリってねゴーストより優れた場面もあるし、スパーキーとかにも強いんで本当にいいんですよね。というわけでグッドゲーム、グッ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 ドゲームを決めんな僕だ、グッドゲーム。はい、ということでいかがだったでしょうか。ちょっとねあの短編になってしまったのはあるんですけど、いつも動画は僕3試合で終わらせるっつうルールがあるんで、今回はこれで終わりにしときます。ペッカ工場ね全然強いし、あとダックプリマジアチャって今回初めて聞いたんですけど、意外とつが普通に強いですね。ゴーストウルトラレアなんで、まあウルトラレアレベル上げる時間ねえよつ無課金とか初心者の方には、あのゴーストダックプリマジアチャ型もおすすめですね。はい、というわけで参考になった部分がね少しでもありましたら、高評価チャンネル登録などよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。